こんばんは。毎週火曜日この時間はマーケッツのツボ決まりました。はい、いやツボもグローバル化が著しくですね、今日はサンジーブ・シンハさんようこそおいでいただきました。こんにちは。こんにちは。あのこういうタイトルなんですけど、今日はすごいインドって、はいね、今 PWC のディレクターやられてますね、はい、詳しくはまたお聞きしますけど、はい、このすごいインドって最近この本ね、はい、いつでしたっけ、9月ぐらい、9月の、うん、半ばですね、中旬に出したばっかり、はい、すごい面白いんで今日はね読者プレゼントもあるんですよ、持ってきていただきました。はい、あの、で何を今日お送りするかといえばこんな感じ。まあちょっとねインド詳しい方もそんないないかもしれないので、インドの社会とか経済って今どんな感じなのって、まあ、ちょっと触りだけで、あと皆さんねサンジーブ・シンハさん、あの興味あると思うんですよ、この人はどんな人、僕も知りたいので、はい、シンハさんどんな人、そしてやっぱりねこの言葉は皆さんあのマーケットの人は特に知ってますよね、モディ首相、今年の5月ですかね、そうですね、モディ政権ね、なんかねすごい変わってるらしい、モデルミクス一体何が起きてるんだし、それから、まあ、シンハさん自身が日本とインドのビジネスの架け橋コンサルティング、はい、みたいなことを中心に今もやってるんですよね、はい、でもねインドでビジネス成功してる会社もあるけど、はい、苦労してる会社もある、ね、そうですね、はい、その辺もぜひ、で最後に読者プレゼントありと、はい、ただし読者プレゼントは最後まで見てくださいね、あのこの本をプレゼントしますからね、はい、じゃあそんなことで、まずインドの社会を見ていきたいんですけども、社会を見ていく前に、はい、何せこの番組はマーケッツのツボなので、これちょっと見てください。ちょっとごめんなさいね、はい、カラーじゃなくて申し訳ない、これは今年最初からの、はい、まあ、新興国と言われるところの株価なんですよ、はい、これねインドがこの一番上、はい、次上海、はい、大体日経平均ってなんかアベノミクス大盛り上がりしてんだけど、うん、なんか横ばいぐらいなんだね実はね、うん、でブラジルも今ちょっと苦戦してるんですね、うん、ワールドカップあったけど、でロシアは皆さんご承知の通り今年は結構大変なことになってますというわけで、ね、前ちょっと前によくブリックスとかいろんな言い方したけどもうバラバラですね。そうですね、うん、うん、まあ、インドは本当にバラバラで、最近それぞれの国のことを特別に考えなければいけない時代になってきてますね、うん、今日もね日本経済新聞の夕刊ではインドの投資信託に今日本のお金すごい増えてるんですって、はいはいはい、やっぱり、まあ、こういうのを見るとあれ何が今起きてるんだろうというふうになるんですよね。でそこをねちょっと簡単に、まあ簡単にやるのは難しいんですけど、そうか、ちょっとこれ見ておきましょうか、はい、今日はこの辺の話ね、うん、後でまたお聞きしますけど、サンジブさんはどの辺の出身ですか。私は西部のこの辺りですね、この辺り、ね、本当にこの出てるところの真ん中辺りです、うん、はい、あんまり旅行者も行かないかな、あのインドの唯一な砂漠ですね、砂漠ですから、はい、ですから結構人気があります、あの観光者としても、私はまあその観光地域からまたちょっと離れてるんですけど100キロメートルぐらい、うんうんうん、でもまああの地域自体が面白いですよ、うん、治安がすごく良くてカラフルで、ぜひ皆さん来ていただきたいですね。そうですか、はい、実はね僕、あの僕の話してもしょうがないです、僕初めて行った外国がインドで、私初めて来た外国は日本ですけど、でしょ、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、本読んだらそう書いてあってちょっとびっくりした、あのデリーからバナーラシ、はい、カルカッタまで1ヶ月ぐらい学生の頃歩いて、はい、うーん、まあその話はもうちょっと後でしましょうか、はい、あのインドの、インドは今ますね、ん、ここの風景、バナーラシの風景、そう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 、はい、これね、これバナーラシでしょ、はい、上がタージマハル、バナーラス、タージマハルですから、うん、本当にインドの真ん中、もちろん、はい、ってる、はい、これモディさんですね、モディさんですね、これ安倍ちゃんだ、はい、さっき会見してましたね、はい、そうなんかあの日本総選挙するんですって、はい、
あの、はい、消費税率は引き上げ先送りで、うん、大丈夫かな。これはブッダ、うん、寝てるブッダ、はい、ブッダがそうですね。それもバナラスから近いところで、うん、東この辺は私全部行った、うんうん、そうそうですね。あと最近年度がもう火星まで、あ、ロケット出したというかサテライト出したんですね。ロケット出した、はい、うん、私が言ったのはね結構前なんですよ。今とは違いますよ、はい。はい、さてさて、インド10分で語るなんてそれは無理なんですけど、まあ、いくつかポイントだけ、はい、そのさっき株価がすごい好調だって話はあったんですけど、まあ、うん、それは株価だけの話なんで、何ですかね、サンジブさんから見てでいいですよ、はいはい、そのインドの最近の特徴とか、あるいはその識字率の話とかね、いくつかポイントあると思うんですけど、うん、何が起きてるんですかね、インドって最近、うん、そうですね、あの私は生まれは1973年ですから、うん、その、うん、70年代80年代のインドは人口が多すぎるから雇用が足りない、うん、食料が足りない、うん、いろいろ経済成長には負担になっていると、うん、ですからインドの経済成長が低いだというふうな考えがありました、うん、人口が多すぎる、多すぎるから、うん、成長、成長ができないと、はい、で今現在は本当に逆転してるんですね、話が、うん、あ、そうですか。今の話はインドは人口が多いから、ええ、インドはすごい魅力的な経済になっていると。あ、ですから同じ人口が多いことが、うん、昔はインドの経済の負担と思われているところからマイナスだったけど、うん、今はプラスになっていること、うん、それはここでちょっと私、はい、あの話したいと思いますね、うん、やはりまずインドは民主主義な国ですね、うん、ですから民主主義というと国を動かせる判断力が人々にあります。もちろん当たり前ですけど、うん、はいはい、そのために教育がすごく大事ですね。教育大事、はい、うん、とそこはインドの問題で、もともとご覧の通り1957年インドがイギリスの植民地から独立した時、うん、これの真ん中あたりですね、あの、うん、ちょっとこのあたりのこういうところですね、はい、とこの辺のインドの当時の識字率がわずかの 18% でした。あ、そうですか。ですから大人の5人に1人しか自分の名前も書けないぐらいな、あのそれが独立した時47年で、うん、なるほど、うん、でも今現在はそれが上がって 74% 近くなってます、うん、随分上がりましたね。そうです、まあ、4倍になりました。まだまだ日本とかに比べて遅れてますけど、うん、でもインド国内では4倍もなりまして、この何十年の変化ですもんね。そうですね、うん、はい、でもポイントは、うん、その民主主義の国としては人々がちゃんと教育を受けて判断力がよくできて、うん、とさらにもう一つはマスコミですね。私の地元に初めてテレビが映られたのが80年代後半です。ああ、そうですか、はいはい、その時からやはりテレビを見て皆さんが世界中にこういうことも起きていると、あ、それが気づいて、それで教育に対しても火がついて、うんうん、私の今高校の同級生たちがほとんど今学校の先生やってます。私の母親も先生やってたんですけど。ああ、そうですか、はい、やっぱりテレビは大きかったんですね。テレビ大きいですね。インターネットの前にまずテレビですね、はい、テレビの場合は教育が持ってない人もちゃんと世界中の情報を得れるみたいになってますね。そうですね。ですから今日みたいなテレビの方がやはり分かりやすいと、さらにインターネットが今インドはもう一つですね、まだまだ道路とか鉄道とかが足りないですけど、うんうん、でも誰でも今携帯電話持ってます。ああ、そう、それも結構スマホは結構多いですよ、うん、インドの場合は。サンジブさん、彼はね、はい、マスコットマー君って、はい、インドだったら本当は牛なんだけど、うちはマー君なんですよ、はい、ああ、なるほど。どっから行こうかな。 こっち行ってもいいですかね、はい、経験食べる生活は変わったんですか。こういう質問が来てます、うん、はい、あ、そうですね、あの食生活は最近、まあ、前に比べて外食が、あの、まあ、東海の場合は増えてますね、はいはい、あと例えば日本のカップルヌードルとかカップラーメンとかもインドで、はい、まあ、そういう生活、やはりつまり東海化されている生活の象徴的なことですね。あ、まあ、独身の生活で、はい、あ、まあ、
忙しいけどいろいろ食べれるものが増えていること、うん、それはあります、うん、まあ、そこは日本の企業も結構影響力を持ってますね。そうですか、はい、日本の食べ物が出て食べられたりする、はいはい、日清さんとか、うん、キッコマンさんとか日本のいくつかの、うん、食料の。じゃあこれちょっと後でやりましょうかね。この、はい、このご質問ねもうちょっと後でまたやりますんで、ね、はいはい、じゃあそう、まず教育が変わった、はい、それから人が教育が変わったってことと、はい、その人が多いことがマイナスからプラスになったっていうのは、はい、まあ、なんていうか大事なことですよね。そうですね、はい、うん、ですから今インドに行ってみると一番力が感じるのがその若い人口が、インド人口も結構若いですね、うん、今平均の年齢も20代半ばぐらいで、ですから若いですね、うん、若い、若くて携帯電話持ってて、うん、そこで教育も上がってきて、うん、ですから一人当たりの力が増えました。それはインドの基本の力と、それでさらにインドの政治も良くなりました。あ、それが今年のモディ政権に変わっていく、ね、はい、うん、いわゆるあれですよね、あの経済的な言い方で言うと中間層ということかな、はいはい、これがすごく拡大してきて、はい、インド国内のマーケットが、はい、12億人今12から13億の間ぐらいです ね、 ね、はい、でその人たちが豊かになればものすごいマーケットがね、はい、今広がってる、はい、うん、そうですね、ですから本当に人口が多いことが、うん、まあ、その人口の力が増えたことですね。なるほど。でもねすいません、新波さん、その僕も昔って88年にインドに行ったんですけど、はいはい、やっぱりカーストっていうのはあったなと思うんですよ、はいはい、そうマハラジャもいましたけどね、はいはい、まだいますけど、ね、そうこのそういうところって今どんなふうに変わってきてるんですか。うん、そうですね、まだまだその伝統的ないわゆる古い経済、うん、例えば農業とか その飲食店の小さなところとか、うん、伝統的な経済の仕組みが古い経済はまだ残ってますね、はい、そうですね、うん、そういうところはもう本当に昔のままでまだ活動しているところが多くて、ですから昔のままのカースト制度が残っているところが多いです、はいはいはい、インドは言葉もたくさんありますね、もう800以上のいろいろ言語がある国ですね。すごいですよね、はい、列車の幅がまだ揃ってなかった、はい、ないっていうのはあります。あ、そうですね、それもありまして、財布、ここすいません、一つ分かりやすいですが、はい、これインドの札ですね、はいはいはい、まあ、言葉の話ですから、はい、インドのルピーですね、うん、これインドの、ここにこの辺に書かれてる風に、ここはいろいろ18言語でいくつかの言語で同じ100ルピーと書いてあります。これ全部あれなんですか、はい、別々の文字で同じ100ルピーという書いてありますね。これ十何種類も同じ100って書いてるんだ。はい、そうですね。これ、はい、これ、はい、そうです。うわ、これみんな100ルピーって書いてある。100ルピーって書いてあります。いろいろインドの文字で100ルピーって書いてあります。なるほど。まあ、大きく書いてあるのがもちろんこのヒンディー語と英語が見られるんですね。でもそれだけじゃなくていろんな言葉がありますから、まあ札の場所が限られてるから18言語ぐらいはここに書いてありますけど。全体的に800個言語以上使っていると。そうすごい多様なんですよ、インドはね、多様バラバラ、はい、広い、はいはい、そう、うん、はい、あ、そうね、ですね、ごめんなさい、ニコニコで生放送で見てる方がいらっしゃると思うんですけど、ごめんなさいね、内田さんほど可愛くいないんですけど、ポチってやっていただければ全部見れるし、しかもシンハさんの素晴らしい本のプレゼントもあると。無慈悲とか言わないで、まあ、この際、ね、ここからもうまさにインドの核心に入っていくんで、ぜひこの後ご覧くださいね。ちょっと続けましょうか、はいはいはい、言葉を統一する動きってあるんですか。うん、そこはですね、ここの図にも書かれているふうに、うんうん、その黄色いのところ、先ほど申し上げたその古い経済のところが、まだ中小企業で古い経済のところが昔の、まあ現地の言葉でまだまだ活動してるんですけど、
でも大きくなっていくと国中に広がる、広がると、うん、それで